だけど、こうして毎日朝食を作りに通ってきてると、だんだん馴染んでくるじゃない。彼の部屋の台所にこういうのってなんかいい。私、野島奈美って言います。一応主人公らしいです。よろしくお願いします。じゃあ私先に行ってるから、ケンジ君も急いでね。急げっか。あいつのことだから全然分かってないんだろうな。ありゃ一生治らんぞ。遅刻してるよ。もうねえ、ナミ、大館確か一人暮らしでバイトばっかやってんでしょ。夜ごとのご乱行は控えた方がいいんじゃない。いや、何言ってるのよバカ。してないの。その週に一回くらい。やりたい盛りの若い体が週にたったの一回、かわいそう。私だってできれば。あいつのアパートってこの近所なんでしょ。朝寄ってって一緒に登校してくれば。あ、それでもいいんだけど。だけど。だって二人一緒に出てきたらラブホでご宿泊の後みたいじゃない。でもさ、ナミには悪いんだけど、はっきり言って大和田健二ってあんたには合わないと思う。そんなことないもん。絶対乗り換えた方がいいって。そうなのかな。ケンジ君よりもっと自分に合った人を。冗談よ。ああ、また今日も遅刻。なんだお前ら。貴様さえいなければ。最近じゃ珍しい守ってあげたくなるタイプかもしんないけど、こんなボケボケ娘のどこがいいのやら。まあ何にせよ、ナミならよりどりみどりなんだから。やっほー、ケンジ君生きてる。無理して大和田なんかと。え、何か言った？何でも。